こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、セイラちゃん、救いに行きましょうの回です。早速行きましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。カオル、セッチャン、嵐丸、イヌキ、鈴本、ゴロウくんと。さあ、セイラちゃんをそろそろ救いに行ってあげましょう。OK、240。で、今回は、素材集めとか、レシピ集めではなくて、とにかく、セイラちゃん、救いに行きますと。もうそれ以上でもそれ以下でもないですね。で、初挑戦なので、やられる可能性もありますと、よくわかってないよね、敵とか。メンタル。OK、接着いる。さあ、僕も本当に、SR のセイラちゃんを、早めに手に入れたいんでね。なんとか進めていくしかないっすね。なんか。よし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 。さあ、行きましょうか。次にこれ、レンジャーでいいかな。で、ヌメヌメスーツ。あ、大丈夫ですね。フルフェイス、バウンサーとガード。バウンサーガードばっかりだな。これ強いしな。そうだな。先に他行けますか。これ強いな。結構揃ってますね。はい、次。イヌキ。で、イヌキくんは、ヌメヌメスーツ。どこにいる？これかな？スナイパー3が良さそうかな。まあ、これかな。はい。タイさばき。スナイパーないんで、ここを外して、ジャイロ棒かな。はい。イヌキオッケー。もうガチっていくんでね。お任せ。不思議な機械だな。安全です。不思議な機械。じゃあ、ちょっと待ってください。戻るで。君。これでいいよな。フルフェイス強いな、これ。これいいんじゃないかな。気絶対戦。まあ、主人公はこれでいきますか。これで完璧ですね。で、頭つけたい。いやー、無理。はい。イヌキはこれで。不思議な機械、レンジャー、はい。ちょっと待ってください。ちょっと時間がかかってますが、ここはガチっていきます。鈴本。まあいいな。
思議な機械つけてね。うん、ガードガードでついてますね、ちゃんと。これ強いな。っていうのがついてますね。鈴本、なんかいいの持ってるぞ。いや、これもいいな。鈴本の装備はなんか、バウンサーの装備はすごいいいですね。はい。これで編成して、突っ込みましょう。バンバンクリアをしていきます。で、素材の回復アイテムとか、煙幕とかを集めて、突っ込んでいく感じですね。なのでそうですね、武器が揃ってきたら、まあ、バンバン敵と戦っていってどんどん団結力を上げたりそういうのをやっていく方が僕は効率よく進めるんじゃないかなと思います。うん、やっぱり素材とかも結構バカにできないんでね、いろいろ作れるんで。ただゴキブリ以外がそろそろ出てほしい。うまい具合でやっぱ固まってるんで止まれますね。今までかつてないほどうまく止まれてない。よしよし、良さある。はい、全部敵止まれたんじゃないですか、もしかして。ゴキブリはダメだな。さあ、進んでいきましょう。早いな、このイベントいきなり起きた。体力回復していく。で、南廊下ですね。びっくり止まんないといけない。厳しいっす。まだチャンスあるね。しっかり踏んでいきましょう。厳しいっす。 OK、 階段これで OK ですね。あとは敵と戦ってればおのずと団結力も上がっていくでしょう。地味にこいつらは本当に回復アイテムの素材くれるんで助かりますね。よしよし、うん、階段行きましょう。探索
君を倒すために生まれてきたんだよ。やっぱ貫通持ちだと結構サクッと倒せますね、ムカデとかも。うん、エニョキが強いよ。ありゃクリア。さあ、バンバン進んでいきましょう。で、2階に行けるようになったと。南廊下。結構早いな、すでに。またびっくりと思った。イヌキが強い。入れて作れるんだ。さあ、バンバン進めていきましょう。びっくり、2回か。東ロー、よっしゃ、一発。あと一回。まずいな、この徒歩系があるとすぐ進んじゃうからな。うん、だからすぐ進んじゃうって、やばい。よし、うまく止まりましたね。あと適当でいいな。で、次が階段の方か。チューブ、さすがに一回回復しましょうか。カオルちゃん光ってないか。さすがに光ってないか。体力回復だったな。で、進みましょう。一応念のために開発しますか、回復アイテム。で、階段に行きます。強いな、マジで。本当にこのムカデで団結稼いでいく感じですね。ムカデとあと死神か。渡り廊下行くんであれば。うん、うまく止まれてますね、強敵に。マジ。
よし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 。あと1回ぐらい止まれたらいいですね。ピンク。オッケーオッケー、バンバン行きましょう。3階の南廊下、はい、の壁。おっと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 、鈴本くん、ちょっと怪しいぞ。怪しいけどまた強敵止まっちゃった。ま、鈴本はいいでしょ別に。うん、強敵バカ止まりますね。これ陰気怪しいんじゃないか、もしかしたら。怪しいし、TP 回復したいし。温存した方がいいかもしんないですね。うん、まあいいでしょこれで。邪魔をするな、かわいい。はい、かわいい子さんになら。それじゃあ何、まあこっちですね。って何か変わる。かおりちゃんまだか。進みましょう。ハート生きてんの無理か。うん、ちょっと体力、TP ともに怪しいね。もう大丈夫かな。止まれねえ。そして滑っていく。戦っていきますか。多分大丈夫でしょう。うん、結構滑りますね。滑るなマジで。スペースだ。クモさん。体力怪しいな。さあバンバン進みましょう。うん、そこそこセクイチは順調に進めたかなっていう感じですね。テンポで体力回復しましょう。さすがにナイス。何のことを。で2の2かな。お、珍しい休憩いらなかったけどな。バンバンちょっと血に飢えてるから戦わせてください。
もうほんと滑りますね、さっきから。適当に押していくか。よし。適当に押すと大体敵のところに止まるっていう、この。あ、やばい。こうなさ。主人公弱いな、武器が弱いんでね。うん、レンジャーやっぱなんか武器弱いな。よしよしよし、さすがに勝てそうだね。まだまだノンストップでいけそうですねっていうのと、ゴロ君なんか異常にヒットポイント高くなっきてますね。もう500近くあるぞ、ハート。うん、さすがに危なげなく終われそうですね。さあ次行きましょう。来たろうか、はい。これ大丈夫かな、強敵。もうムカデじゃなくなってるかもしれないですね。ムカデか。ちょ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 、イヌキ。イヌキとんでもないことになってる。結構イヌキ核なんだよね、攻撃の。殺されると、クリアに響くかもしれないですね。この辺のレベルになってくると。大体大丈夫だろう。あら、滑んなかった。終わりました。ということで、隠し教室の道を発見しましたと。僕の動画でもスキップなしバージョンが少し前に見ましたね。180。うん、まあいけるんじゃないかな。いけないかな、これ。45か。ちょっと怪しくなってきたな、徐々に。早っ。徐々に怪しいぞ、これ。ちょっと怪しいな、結構。うん、ちょっと怪しいですね。体力回復もしないな。犬木回復したい感あるけど。おお、めっちゃ入る。こいつらがいいな、楽だし。お、いいですね。強。81でかいな。主人公死にそうだぞ。さすがに主人公だ。生き延びれるかちょっと怪しいですね。大丈夫か。イベント見ときますか。動物姿の怪人が現れた。これ見たな。彼の地に住みたる者たちよ、我が声に応えよ。ぐわー、前見ましたね。というわけで戦闘になります。はい、これで捕まってっちゃうと精神体が。さあここの辺からですね、中庭に行きましょう。ちょっとこれはさすがに体力回復していかないと殺されかねないですね、この辺から。せっちゃん評価上げるか。体力マックスなんで。お、ラッキー、体力回復。
8時大きいけど。さあ行きましょうか。中庭ですと。中庭、はい。イベント短くしない。みんな今日はこの中に、はい、噛みました。この中庭を徹底的に調べよう。なぜだ。今まで興味を示さなかった場所だろう。なぜって。さあ探索しましょうか。強敵多いな。確かここは巨人族がやたら出てくるエリアだったと思うので、少し探索率を稼いでから戦いに行って様子見たいですね。うん、倒せないね。一発じゃ倒せないし、二発目でも倒せなさそうな感じです。強っ。また溜めてるしさ。溜め攻撃やっぱ強いっすね。いやー、主人公狙いやめようって。これも倒せるだろ。やられましたー。ちょっと慎重に行かないとダメですね、巨人の時はやっぱ。もう一丁行きます。巨人率半端ないな、この。並んでますね。これ一応防御だな、やっぱ。やばい、ミキ狙われてる感あるな。回復薬使うか。ちょっといいですね、51。いや、いいか、回復薬いっぱい作れるし、積極的にいきますか。おっと、うん、道を発見した。あ、いや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 、オート連発してしまった。はい、もう一丁いきます。中には、捜索率をちょっと稼ぐかな、探索率を。やっぱオンとオンにしてると流れで行っちゃいますね、こいつらは。で、一撃で殺されますね、主人公は。うん、これダメだな、回復使わなくて。で、防御していきます。さすがに倒せるだろ。滑ってった。鈴本怪しい。これでもあんまし回復薬ないな。うん、イヌキの TP ももうみんなの TP が少ないですね。そしてこれ下手したら死ぬやつだな。ちょっと探索率を稼ぎ始めます。
まあ、若干逃げ腰ですね。おっと。まずいな、これ。やーばい。いやー、息整えなきゃいけなくなってるな、やっぱ。これはちょっと厳しくなってきてるぞ。さあ、このまま行きましょうか。いいな、主人公に取っとかないとダメだな。回復、敵強いよ。やっぱ全開で来ないと結構きついっすね。まだよし、もうきついな、これ。うん、ちょっと探索率ガンガン上げた方がいいです。1回ぐらい戦えるだろうか。戦えないかな、ナメプかな。うわー、整えていかないと勝てない。これ主人公まで怪しい。みんな頑張れー。ちょマジでこれ怪しいぞ。みゆきちくん頑張れ。キュキュキュ、危ねえ。イベントを短くしない。ガサガサ、何かしら。グロー、怖っ。なんだ、地下への入り口があるぞ。さあ、地下階段に行けるようになりました。もうセラちゃんまで近いですね。セクニのここまでで来れてるな。そこそこいいぞ。団結上げてってもいいな。あとは素材集めもしたいっすね、そろそろ。煙幕とか欲しいんだよな。開発できるかな、なんか。ガラスの瓶。炭。ガラスの瓶。そこそこ作れそうかな。こっちか。あ、いいですね。爆弾も作れるし、煙幕も作れますね。うまく作っておきたいのは戦闘から逃げ出す。1個しか作れない感じです。まあとりあえず探索しますか。地下階段様子見に行きましょうか。まあそこそこだな、スピード。来た。
スターは弱いな。ナイス。オッケーオッケー。うん、下いいですね。稼げるな。やばい、大丈夫だかね。強そう。一撃死じゃねえか。これやばいぞ。貫通持ってるやついないぞ。強っ。あ、これダメなやつだ。逃げ。ダメなやつでしたね、今。完全にダメなやつでしたね。オッケー、クリア。なるほど。ここでレシピの7ですね。セイラちゃんのついでにゲットできました。これセイラちゃんいけるかな。怪しいぞだいぶ。開発フェイクカッター、クリムゾンナイフ作りたいな。ゴーストバスタ強っ。309インセクトキラー、結構素材的に集められそうで集められないかな。クリムゾンナイフ作りたいですね。精霊儀、ムカデのなんとか、ムカデのなんとかが分かんないな。異界の蜂がね、なるほど。あ、呪い耐性いいですね。いやー、何も作れんわ。精霊銀、精霊銀はだってあるだろう。うん、これまあなんか作れそうな感じですけど、他が分かんないですね正直で。戦えるようになるためには、ちょっと団結を上げていきたいですね。ん？せっちゃんの琥珀。久しぶりに見た。はい、彼氏になる。野球してるわ。このゲーム、ダンジョン高校してると、本当に野球要素ないんでね。野球してるわって感じですね。240。うん、ある程度団結をセック3で上げて、セック4ぐらいからちょっと挑みに行ってみたいですね。越せるかな。うん、変わるナイス。いいね、乾燥ですね。後ろはもうほぼほぼ乾燥しますね。後ろになんで。うん、微妙に。よしよし、優秀すぎるこいつ。また光ってるし、嵐も。40くらいは行きたいですね、団結。このセクションで不眠症激痛なんだが強っ。
うん、不眠症直しに行きますか。何にもうまそうな練習なければ。180か。お、そういえば、愛の力がどうのこうの働かない。せっちゃん踏めばいいか。120、見えば。うん、50ぐらいいけるかもしれないですね、もしかしたら。いやー、それ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 、きつい。からの。からの体の回復と。有能すぎる。はい。愛の力をお願いします。伸び。なんか、異様にいいのくれるな。そしてせっちゃんはまた失敗か。ちょっと不眠症マジでなんとかしてくれって。180。団結優先です。60% ぐらいの違いだったらそっち行きたいですけど。そこ上がってきたな。お、220。50いけるかな。ここでメンタルが光らない。チュン。ダメ。120120。じゃあ全員しましょうか。うん、よしよし、団結上げていく。いいですね、240。はい。47か。さあ、そろそろ準備 OK じゃないかな。47か。お、ラッキー。50。もうさすがに十分だとは思うんですけどね。川松くんやる気ないぞ。50って初めて言ったからな。休みましょう、まず。よし。お、やめさせる。さあ、開発で、聖水持ってった方がいいかな。霊体に大ダメージか。1個持ってくか。やっぱ爆弾でいいだろう。爆薬作ろう。ないわ、作れないわ。聖水持ってきますか。はい。じゃあおそらくいいんじゃないですか。礼拝堂。あれ、まだ行けなかったかな、もしかして。ここか。すいません、一瞬音が飛んだので一回アプリを落としてまた戻ってきました。切ったところから変わっていません。ここから続きいきます。はい、よしよし、50になったでもう勝負してていいでしょう、ひとまず。そこそこもう強いと思うし。うん、もうなんか全然やっぱツタは余裕そうですね。さあ、行きましょうか。礼拝堂もしかして持っていてたかな。あ、やっぱ出てるんだな。どこなんだ。はい。いやー、地下道。地下
稼働って怖いな、ドキドキするな。いいのかな、これ言って。これ言って大丈夫ですね。ちょっと強敵はまだ行くの怖いんで、ひとまずはこの辺で稼ぐ感じです。うん、楽勝ポイント。オッケーオッケー。鍵。スター安心できるな。ほんとツタとだけ戦ってたいっすね、しばらく。うん、ただ思ったより削られているっていう。いやー、地味に抜き危ないんだよな。地味に抜き危ないんですよね。これ猪木死ぬかもな、もしかしたら。うん、爆弾いっぱい作れそうっすね。あ、やばいんじゃないかこれ。うこれなんか怪しい雰囲気です。煙幕使うか。あのクリオネはめちゃくちゃ強いっていろんな人から聞いてるんで、煙幕使っときました。煙幕作れないかな。ガラスの瓶が足りない。 OK、 作れる。逃げといてよかったんですね。なんでそこそこ作れるだろう。で、アイテム煙幕結構作れますね。回復薬してよ。聖水もいらん。霊体かな、最後のボス。兵隊だったら使いたいんでね。これでいきますか。開発。ガラスの瓶が足りない。精霊のモード、はい。こんなもんでしょう。さあ、いきますよ。体力足んねえじゃん。ちょ、体力足んねえ。これすげえな、真っ赤かなのよ。じゃあ、軽く流していく感じにしますか。これ多分おそらく死ぬ感じだな。やっぱ貫通のあるキャラでバシバシ叩くのがいい感じですね、このムカデは。あー、猪木がやれてしまった。じゃあ死ぬ以外ない。お、一応勝てた。お、精霊銀とか入るんですね。いいっすね。さすがに強力モンスター入る。これもやられておきますか。うん、体力を全開にしていきたいですね。貫通持ちないと無理だな、超えらんないわ。
やばいやばい、そろそろやばいぞ。6月の3週だぞ。さあ、行きましょう。いやあ、これきつ。16か。でもこれも多分居抜きだけ叩いてればいい感じですね。うん、まあ居抜きが倒してくれれば一番早いんだよね、話。ただ居抜きが一発でやられかねないのがちょっとあれなんだ。うわこれだよな。あ、ムカデのなんとか惜しかったな。やめて。よし。スライドしすぎ。いやー、これちょっとあれかもな。犬吉くん、ちょっともうサクッと倒してくれよ。やばい。怪しいなぁ、殺されるかも。理論的にはまだ140残ってれば一発食らってもって感じではありますけど。すごい1位。よし、だから滑りお、過ぎじゃなかったな、今回は。あー、つたー。ありがとう、つた。ただ、回復薬なくなりましたね。ちょっとあんまり。もうきついな、正直。うん、これは普通に倒していきますか。回復薬なくなったな、マジで。ちょっと煙幕多すぎたかもしれないですね。もうちょっと回復でもいいか。もうあと逃げてればいいですね。おい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 、こいつはなんか、早くないか。居抜きやばいぞ、だって。これ怪しいなぁ。うーわぁ。これどうするよ、どうするよって感じですね。これ犬木マジで、うわー、まあいいか、行くか、死んでもいいか、今回はお試し会なんでね。お、強敵。さよなら。残るお前だけだ、覚悟しろ。己ゴミの分際でよかろう。来たる欲望に忠実なるもの。さあ、行きますよ。あ、音楽的なものはないのか。霊体だよね、霊体だよね、それだけ。本当に霊体だよね。強っ。爆弾と聖水強っ。もう押し終わりそうなんだけども。そうですね、主人公は大して攻撃力ないので、まあ任しときゃいいかなって感じですね。死なないように息を整えなきゃいけない。うん、これ結構回復するな、これ。96か。まあ余裕そうですね。余裕でしたね。何の苦労もなかったですね。イベントを短くしない。バシーン！キャー！バタ。今だ、平戸。オーブを壊してゲートを閉じろ。任せろ。おりゃー。やめろー。ガキーン、とか、ぐわっ、あと少しで、
完全なるゲート開き、主をお呼びでき、シュー。やっぱストーリーしっかりしてます。あれ、バット君こんな顔できるんだ。お外はこっちだよ。なるほど。それにしてもあの怪人は何だったんだ。お、かわいい。そう言われても、あー、そういうストーリーがしっかりあったんですね。確かになんかオープニングの時に、サクセス入る前のオープニングの時になんかありましたもんね、絡み。なるほど。私たちが一緒になってチューとかどうかな。お、かわいい。あ、本当にキスされた。探索成功。はい、新しいレシピがこれ8番ですかね。ちょっとあのレシピ会をやりたかったんですが、一気に7と8、セイラちゃんまで助けてしまいましたと。そうですね、おそらくレシピは6まで来てれば7、8はポンポンと取れるような感じですね。あ、とっ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 と、かわいいイベント来てる。む、あの美人は一体誰でやんす。オイラの校内美少女データベースにも載ってないでやんすけど。なるほど。オイラに紹介してやすいです。うん、マジ。ちょっと面白すぎるんだが。やべくん置いてかれた。やったー、育成完了時にゲットできますということで、セイラちゃんのあるゲットできました。はい、長かったな。ダウンドジョン高校の探索クリアおめでとう。でも謎はまだ残ってるよ。次はさっき獲得した、セイラちゃんをデッキにセットしてプレイしてみてください。選手登録までいかねてたのと。ガチャからは排出されません。ほうほうほう、なるほどね。はい、ということで無事にセイラちゃんゲットできました。イベントもめちゃめちゃ可愛いっすね。集めてえわ。これは遊ぼ。遊ばなくてよかったな。素材集めればよかったっすね。ちょっとセイラちゃんが手に入った喜びで完全に忘れてましたわ。なんか開発できるかな。お、ガーディアンシールド、これ欲しいんだよな。うん、武器かなりレベル9のやつもできるようになってきましたね。輝く金属って欲しいな。輝く金属作れないんでしょうか。作れなさそう。これは作れないな。もしかしたら作れるのかもしれないですけど、うん、また後日集めてって感じでいいですね。お、チェイスライフル作れるようになってる。チェイスライフルも欲しいの。欲しい武器の一つですね、僕の中で。まあ、今回は、いいかな。なんか作れるのあるかな。なんか強いのが作れるんだったら作りたいですけどね。もう輝く金属作れないと話になんないみたいな感じだな。ただこれ精霊銀、黒石、タイガの羽、
無理ですね。はい、進みますわ今回は。いやー、セイラちゃんゲットできましたわ、無事に。結構ボスはそんなにって感じでしたね。なんかやばそうなのはやっぱクリオネ、今回逃げたクリオネ、クリオネぐらいだろうな。うん、クリオネとやっぱムカデは結構強かったっすね。貫通持ちのキャラが何かいないと全然勝てないなっていう印象でしたね。イヌキももう耐久力紙みたいなもんなの。いや、よかった、無事終われて。はい、ということで、クリアができましたと。無事 G ランクの選手もできましたね。はい、いやー、セイラちゃん手に入ったよね。これで手に入ってんだよね。やったぜー。ということで、弾丸のジョン高校クリア報酬のセイラちゃん R ゲットできました。長かった、ここまで。うわー、そしてイベントめっちゃ可愛いですね。なんとか SR もゆっくりになるとは思うんですが、手に入れてサクセスで使っていきたいですね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。